さあ、それではいよいよお待ちかねの審査結果の発表となります。審査結果の発表に移りましょう、はい、本日出場の皆さん全員今一度ステージへご登場いただきます。さあ、どうぞ皆様拍手でお迎えください。お疲れ様でございました。それではここで今大会の受賞内容についてご紹介いたします。熱演賞、関東賞、主勲賞、ジャスラック賞、全国カラオケ事業者協会賞、審査員特別賞、ポップス部門優秀賞、演歌部門優秀賞、日本カラオケボックス大賞準優勝、そして日本カラオケボックス大賞優勝です。さあ、そしてステージには審査をしていただきました先生方にもご賞いただきました。本当にご苦労様でございました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。さあ、その審査の結果でございますが、鹿児島県カラオケボックス協会高須博之会長より私がお預かりすることになっております。会長、恐れ入ります。こう来てですよ。で、こう来て持ってきてもらっていいですか。お預かりいたします。うわー、ドキドキしますね。もうワクワクしますね。はい、うわー、たまりさんの名前は載ってないですよ。分かっちょいよ。失礼いたします。あります、あります。では私の方から発表させていただきます。はい、まずはじめに熱演賞の発表です。エントリーナンバー33番、高知県代表、最後の川を歌われました寺脇咲さん、おめでとうございます。どうぞ前の方にお進みください。プレゼンターは鹿児島県カラオケボックス協会高須博之会長です。お出しください。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。13歳だったよね。そうですよね。将来が楽しみ。力強い歌声を披露してくださいました。そこの階段の後ろの方に待っててもらっていいですか。そこでいいよ、そこでいいよ。おじちゃん怒らないからそこでいいよ。はい、さあ、それでは続きまして関東賞の発表です。エントリーナンバー21番、香川県代表、レッスンを歌われました細川愛さん、おめでとうございます。おめでとうございます。プレゼンターは佐賀県スタジオ防犯協会向井健次郎会長です。おめでとうございます。副賞もどうぞお受け取りください。うどんパワーでしたね。おめでとうございます。はい、では続きまして主勲賞の発表です。エントリーナンバー42番、佐賀県代表、花になれを披露してくださいました篠崎大輔さん、おめでとうございます。プレゼンターは長崎県カラオケボックス協会村本敦会長です。さあ、この笑顔が最高。
めでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。最高だな、その笑顔を見るとほっとしますよ。ありがとうございます。おめでとうございます。それでは続きまして、ジャスラック賞の発表です。エントリーナンバー16番、熊本県代表岡山陽一さん、レイクさん歳、おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしいハーモニー、ワインディングロードを披露されました。おめでとうございます。プレゼンターは一般社団法人日本音楽著作権協会業務本部副本部長増田雄一様です。奥様の笑顔がとっても印象的でした。ご夫婦でこれからも一生懸命練習してください。おめでとうございます。おめでとうございます。これでますますご主人は奥様に頭が上がらない。おめでとうございます。素晴らしい笑顔です。はい、それでは続きまして、全国カラオケ事業者協会賞の発表です。エントリーナンバー28番、岡山県代表カモメの街を歌われました勝間博さん、おめでとうございます。プレゼンターは一般社団法人全国カラオケ事業者協会専務理事片岡志郎様です。おめでとうございます。今回はご家族の皆様も応援に駆けつけていただきました。パパのいいところを見せることができました。おめでとうございます。おめでとうございます。勝間さん、おめでとうございます。続きまして、審査員特別賞の発表です。エントリーナンバー3番、岐阜県代表イオマンテの夜を歌われました福原美沙夫さん、おめでとうございます。プレゼンターは審査委員長岡千明先生です。はい、おめでとうございます。福原さんのね、張りのあるお声、はい、ね、桜島もひったまがったどうというね、イオマンテの夜でございました。ありがとうございました。それでは続きまして、ポップス部門優秀賞の発表です。優秀賞ポップス部門、エントリーナンバー37番、大阪府代表ハートオブユアワールド森田明奈さん、おめでとうございます。プレゼンターは株式会社天竺エンターテインメント ST 開発本部 ST 統括部部長村田正彦様です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。世界観に合わせていましたよ ね、森田さんの世界たっぷりでしたね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、演歌部門優秀賞の発表です。優秀賞演歌部門です。エントリーナンバー44番、沖縄県代表悲し滅を歌われました上田ゆかりさん、おめでとうございます。プレゼンターは日本クラウン株式会社 CW 制作部ディレクター大北和人様です。はい、おめでとうございます。あそこで聞いててワンフレーズ目がパッと出た時、おーって言っちゃったんですよ。本当良かったです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。お父様への恩返しのステージになりました。おめでとうございます。
さあ近づいてきましたね、はい、残すところ2つとなりました、はい、まずは準優勝から参りましょう。準優勝の発表です。エントリーナンバー8番富山県代表そばにいて矢後まさみさん、おめでとうございます。プレゼンターは岡千晶先生です。いや本当にね、この子はいい声して、体全身で歌ってるのがもう本当に印象的でした。素晴らしい。はい、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。笑顔がはじき出ました。おめでとうございます。さあそれでは、はい、2017日本カラオケボックス大賞、そろそろ発表ですか。そうですね、はい、それでは優勝者の発表に入ります。日本カラオケボックス大賞優勝の発表です。エントリーナンバー13番埼玉県代表あーを歌われました佐藤彩音さん、おめでとうございます。おめでとうございます。プレゼンターは一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会中間信夫理事長です。おめでとうございます。ちょっとこれこっちにもらいますね。やりましたね。おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。今日みんなが本当に上手い人ばっかりでもう呼ばれないなと思ってたんですけど、まさか優勝いただけると思わなくて嬉しいです。どんな気持ちでステージ上がってましたか？すごいみんな前から緊張でしかなくて、でも自分このステージのためにたくさん練習してきたから、そのやったことを全部出そうと思って歌に臨みました。この報告をまず誰に？あそこにいる来てくださった母とか。お母さんは？あらお母さん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。お母さん、日本一になりました。姉ちゃんが一言声をかけてください。おめでとう。はい、ありがとうございます。いやーよかったよかった、素晴らしい。さあこれからですが、このチャンスを生かして歌手の道にとか、そういう気持ちはありませんか？あります。岡先生よろしくお願いします。これからも頑張ってくださいね。なんか今年1年いい年になりそうですね。はい、になります、ね、来年も頑張ってください。みんなで応援してますからね。またほらカラオケの全国の仲間が増えました。これもまた一つの財産ですね。はい、そうですね、はい、おめでとうございます。とてもういういしい。おめでとう。では佐藤彩音さんに今一度大きな拍手を送りください。おめでとうございます。さあそれではここで本日の大会を振り返りまして、審査委員長の岡千晶先生より総評をいただきたいと思います。それでは岡先生よろしくお願いいたします。はい、皆様、朝早くから、遅くまでお付き合い願ってありがとうございました。まあ総評といたしましては、まあ今日はもうとにかく、バラードの曲が、まあ、90% はほとんどバラードでした。まあ、一番私気になったことはですね、要するに選曲が やはり一番大事なんですね。で自分でこういいなと思っても自分だけの世界で終わる方で、やはり
これだけお客様がいらして皆さん聞いていらっしゃる、やはり感動をいかにどうやって自分のお客様に感動を与えるかっていう部分でもう少しやはり皆さん同じバラードでも、焦点を置いて しっかりメリハリをつけて、とにかく私も先ほど審査席の方で、お話ししましたけど、皆さんバラード上手なんですよ、上手なんですが、こう中低音の言葉がほとんどこう伝わってこないんですね。ですのでしっかり語るところは語って、歌い上げるところは歌い上げるというような形で歌われるといいと思います。まあ、いずれにしても体全体を使って発声すると、これがやっぱりやはり一番大切なところじゃないかなという気がいたします。皆さんそれぞれ本当に素晴らしいいい声を持っていらして、ちょっと努力なさるとぐっと伸びる方がたくさんいらっしゃいます。ですので、また次回どっかでお会いしたときは、俺はこれだけやったんだ、私はこれだけ、勉強しましたよみたいな部分でまたお会いしたいと思います。今日はどうも皆さんお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。本当に審査の方ご苦労様でございました。審査委員長の岡千秋先生でございました。ありがとうございます。では改めまして、2017日本カラオケボックス大賞優勝されました佐藤綾菜さんの歌声を今一度ご披露していただきたいと思います。大丈夫かな、うん、さあそれでは参りましょう。見事優勝に輝きました埼玉県代表佐藤綾音さん、心の中を隠したくて家路を急いだ、いつでも泣きたい夜は一人きり選んでしまう、涙の一つ一つが言葉へと変わればいいのに、いつでも聞いてほしくて心では叫んでるのに、ああ。
佐藤彩音さん、ありがとうございます。本当心を込めて披露してくださいました。ありがとうございます。2017日本カラオケボックス大賞全国大会 in 鹿児島、受賞された方々本当におめでとうございます。また全国から参加をされた皆様方、本当にありがとうございます。大会を盛り上げていただきました、心より感謝を申し上げます。会場の皆様、本日は最後までお付き合いをいただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。審査員の先生方、ありがとうございました。ありがとうございました。出場者の皆様、ありがとうございました。どうぞ会場の皆様、拍手でお見送りください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。